思わず飲んだ。おっさん、これタコ入ってねえよ。うん、どうなってんだよ。たこ焼き少年と呼ばれてる。最後の一本。たこ焼き少年と呼ばれてって、たこ焼きにタコが入ってなかったことから非行に走った少年が立派なたこ焼き屋として構成する話。最後の一本は抜け毛に悩む男のために心優しい少年が寝てる間に髪をマジックだ。お前さあ、ダメだよ。おい、今広瀬俺の方見て笑ったよな。な、これで演出ロミオ・ジュリエット以外は全て決まったわけですが、誰かやりたい人いますか？誰かいませんか？演出やりたい人、お前誕生日来ちゃうじゃん。ロミオやりたい人。仲いいね。あんたら二人でやる。ジュリエットはやっぱり人前に立つのが好きな人がいいと思います。雨の中で感動的な弔辞を読む人とか。今日部活ないの？雨だし。やりたくないなら行った方がいいんじゃない？ジュリエット。分かっちゃった。笑った顔がなんか違った。褒めるの苦手なんだよね。ここで、私の家もそこだから。あ、でも傘。いいよ、貸してあげる。じゃあね。松本君、サクって呼んでもいい？あ、じゃあね、サク。あきちゃん、傘どうしたの？学校に忘れた。嘘。さっき声大きかったわよ。バレないようにしなさいよ。おかえりなさい。ご飯は？疲れるんだよ、バカな相手は。レベルも低いんだ。大変ね、接待ばっかりで。どうだ、アキ、最近は。何が？何がじゃないよ。もうすぐほら期末だろ。大丈夫だよ。部活はまだやってんのか？大丈夫だよ、2年で引退するから。そうか、ここで頑張っとけばな、後が楽なんでしょ。分かってるって、お父さん。だったらいいけどな。晴らしてる高気圧ですね。北の方から冷たい。ああ、ああ。サク、お前すげえよ。ありがとな、ありがとな。本当ありがとう。じゃあ。おい、出すくらい自分でやれよ。夜空に消えてく星の